悩みがない人なんていますか？自分は思春期の頃から悩みがなくなったことがありません。悩みがない人ってどんな人ですか？どこにいますか？悩みがない人はいますね。これ悩みがある人っていうのは、悩んでる人に対して言うのはあれなんですけど、贅沢な人です。悩めるだけの時間がある。で、悩みがない人も簡単で忙しい人ですね。昔ですね、うつ病みたいに一番なりにくい職業としてマグロ漁船の方がよく挙げられていたんですけども、それはもう船に乗ってるとですね、もうやることがもうひっきりなしにあって、こう考えてたり余分なことをする時間がないと。だからうつに元もなりにくいと。やっぱり悩みって暇だったり時間があるから悩むので、それがないっていう人っていうのは悩む暇がないんですね。本当に今目下戦争中でもうすごい状況にあったら、悩んでる暇なんてなくて逃げなきゃいけなかったりとかですね、もう災害の真っ只中ってあったらですね、その瞬間って悩んでなんて絶対ないんですね。全部終わって自分の安全が確保された上で、これからどうしようってこう何もできない空いた時間っていうのがあって初めて悩むっていうところになるので、悩みをもしなくしたいっていうことだったら、もう仕事でも何でもですね、ぶっこんでもうめちゃくちゃ忙しくする。もうこれをしたらですね、絶対に悩んでる暇がなくなるので、で悩めるっていうことは幸せなことだし、この悩むっていうことは人間としてこう味わい深くなるために必要なことだと思うので、それを贅沢だと思ってですね、いろいろ悩んでいくといいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。なので、悩みがない人なんていますかに関しては、います。めちゃくちゃ忙しい人です。悩む暇がない人。